こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。ということで、今日も3連戦を振り返るということで、はい。はい、豊さんの視点から振り返っていきたいと思います。まあ、3連戦、まあ、いろいろやっぱあるな、プロ野球って。なんかそんな感じがした。いろいろと。まあ、いろいろと。まあ、佐々木朗希のこともあるし。はい。とかね。まあ、おいおいこう、まあ、今日の動画で喋っていくけども。はい。まずはセ・リーグ。はい、ではセ・リーグの結果がこのようになっております。はい、巨人、広島、阪神が勝ち越しました。はい、はい、まず中日。はい、ね、まあ、中日は石川昂弥、はい、やっぱ成長してきてるな。菅野からホームランを打ったりだとかさ、まあ、3戦目に勝つんだけどもさ、はい、まあ、満塁から走者一掃の三塁打打つとか、うん、非常になんかこう石川が成長してるなっていうことが見えるね。はい、うん、ただこの3連戦、柳が先発したんだけどさ、はい、うん、巨人戦に弱いのかね。やっぱ開幕カードでもやられてるし、はい、なんか柳が巨人今回は勝つのかなっていうふうに思ってたら、はい、勝てなかったね。それは今シーズンに限りそういった感じですか？そんな感じがするけど、なんかちょっと苦手意識あるのかなっていうようなね、はい、他で投げるときは完璧なんだけどね。だけどちょっとやられたということで、まあ、勝ち越せなかったけどもね。はい、だけどその石川が非常に成長しているというところが見れた3連戦だったよね。はい、で一方巨人、そういうのが久しぶりになんかこう失点はしたものの石川にね、はい、打たれてね、うん、なんとなく菅野らしい形、うん、そういうのを見せてくれたということと、はい、シューメーカーが完璧だったんだよね。完封したというね、もう完全試合になりそうな勢いで投げてたけど、はい、うん、だけど非常にいいピッチング、はい、まあさすがこれも安定して勝っていけるだろうなという、うん、ただ3戦目に投げた赤星、はい、赤星がちょっと疲れてるのかなっていうような、うん、まあ、そういうところも見えたし、はい、その赤星があれだけ疲れてるっていうことを考えると、はい、やっぱ大勢だとか桑原だとか、うん、まあ、直江もそうだし堀田もそうだし、はい、いろいろ若手を使ってるじゃない、うん、そういう人たちがいっぺんに疲れた時に、うん、巨人はどうなるんだろうなっていうような、うん、ちょっと心配な顔が覗いた3連戦。なるほど、まあ投手陣ではね、はい、うん、ただその外国人がいるからさ、うん、2人ファームに、うん、まあ、それとか山口とか、はい、まあ、経験豊富な人間が今下で調整をしてるから、はい、まあ、そこら辺の危機管理は巨人はできてるのかなっていうふうに思うよね。うん、はい、まあ、それと打線の方で言えば中島、はい、勝樹、はい、これをファーストで今中田翔を落として、うん、2人を併用して使ってるんだけども、はい、2人とも使えば打つね。うん、だからその打線はなもう心配ない、うん、まあ、ポランコも日本の野球に慣れてきた、うん、まあ、ウォーカーが当たってきたみたいな、はい、うん、ただしウォーカーは守備では使えない、はい、うん、だからここら辺をどういうふうに守備固めを入れていくかどうかっていうのも分かった3連戦だったね。なるほど、うん、ただやっぱり巨人はやっぱこう安定して勝っていってるね。うん、うん、はい、はい、広島 DeNA、はい、まあ、広島、はい、巨人に3連敗してどうなるかなと思ったら3連勝したという、はい、ね、DeNA も調子良かったんだけども、さすがにね、やっぱ大瀬良と森下が投げるとやっぱ安定してるね、うん、勝ち方が、はい、で森下っていうのがこの前中日戦でボッコボコにやられて、ね、うん、どうやって立ち直るかなと思ったら全然良かったね、うん、だから大瀬良も良かったし森下も良かった、はい、ああいう風に完璧なピッチングをやられると、うん、やっぱ DeNA 打線がね非常につながってきてたのに、はい、びっしり抑えられた。そうですね、それと最後の粘り、うん、うん、1点取られて牧に勝ち越しホームラン打たれて、はい、でも次ひっくり返して、うん、逆転サヨナラで勝った試合なんかはやっぱ広島らしいよね、うん、うん、まあ、それと広島の方、ここは3連勝の要因の一つに小園を3番から外したということ、はい、うん、でやっぱり1番西川、2番菊池っていうのがいいって言ってたじゃん、はい、まあ、それで3番の小園がブレーキになる、はい、これをこの3連戦から8番に据えたよね、うんうん、そしたら打線がやっぱつながるようになってきた、はい、で小園も少し楽になって打てるようになってきたと、うん、まあ、いいことづくめの3連勝。なるほど、うん、だから、はい、まあ、広島は巨人に3連敗したのを完全にここで取り戻したという3連戦だったね。はい、で一方 DeNA、はい、まあ、広島のエースの前に打てず
でこの前さ、あの打線がせっかくつながってきたっていう話をした。はい、そうでした。でコロナの、ね、影響とか、うん、外とか帰ってきて、うん、まあ、打線が非常につながる、うん、まあ、宮崎はちょっと使えないような状態でいるんだけども、うん、だけど他のが頑張って非常につながりを見せてたんだけどね、はい、まあ、だけどやっぱこう広島のエースの前に立ちはだかることはできなかったという、はい、ね、繋がらなかったということ、それと3戦目、まあ、みんなが必死にね3連敗では帰れないっていうなところで、まあ、延長になって、はい、勝ち越したところで三島を使ったら、うん、三島が逆転されたという、うん、まあ、昨年の DeNA をなんか見てるようなちょっと嫌なシーンだったよね。なるほど、うん、だから頑張らないと少しね、もうちょっとね、うんうん、まあ、ここ踏ん張りどころだと思うよ、はい、ね、はい、まあ、広島は3連勝をして完全に、はい、取り戻したという、うん、でヤクルト阪神、はい、まあ、ヤクルト、はい、この1勝というのは石川の21年連続の連続勝利、素晴らしい、うん、解説をしてたんだけどさ、はい、まあ、昨日佐々木朗希がストライクゾーンの判定でちょっといろんな問題、まあ、別の動画で撮ってるけどね、はい、あのちょっと審判うん、ちょっとぐちゃぐちゃって言ったシーンがあったんだけど、はい、石川を見てるとね、昨日ね、うん、やっぱ審判が少し辛かったんだよね。なるほど、うん、はい、それをそこにしつこく投げてて、うん、ボールになっても投げてたんだよね、うん、そしたら最後の方にはストライク取るようになったんだよ。なるほど、そしたら阪神のバッターたちが、うん、えってなるんだよ、うん、え最初取ってなかったよねって。でもそれだけやっぱ審判もやっぱ石川があそこにしつこく投げたっていうことが、うん、やっぱストライクゾーンも広がったよね。で石川が広げたということ。なるほど、見事なね投球テクニックだった。で足の上げ方、うん、クイックの使い方、全部打者のタイミングを崩していくんだよね、うん、で、まあ一勝した、うん、その中に青木の決勝ホームラン1対0で勝つんだけどさ、はい、なんかベテランの絆が生んだ勝利ということでね、はい、まあ負け越してたんだけど、うん、すごくこの1勝には感動が詰まってたかなって、3連戦の中でね、はい、だからまあ本当に200勝を目指して石川は頑張ってほしいと思うし、はい、ただヤクルトの方の打線を見るとやっぱ山田村上っていうのが当たってない、うん、で1戦目に塩見を使ってない、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ打線っていうのがちょっとつながらなかったなっていう、うん、ただ青木は上がってきてるし、はい、1番からやっぱ5番までは怖い打線だからね、うん、まあ、山田と村上が打つか打たないか、それによって得点がもう全く変わるということね、はいはい、で阪神の方は、はい、まあ、青柳完璧だったね、うん、1戦目、はい、完封、うん、ね、ビジターで初めて、そうでした、勝利をした、はい、でビジターでもちろん初めて勝ち越しをしたという、うん、でウィルカーソン、はい、もう石川と投げ合ったんだけどやっぱいいピッチャーだわ。うん、でガンケル昨日か、うん、勝ったけどこのガンケルも投げれるようになった、はい、これねやっぱ投手陣もいいよなかなか。うん、で1戦目は大山佐藤っていうところが活躍し、はい、勝った試合は佐藤と中野というのが、はい、打線の中で中心になって頑張ってくれたという。そうでしたね、やっぱね大山佐藤中野、うん、まあ、近本も含めて、はい、まあ、そこら辺がやっぱこう機能してくると阪神は強いよ、うん、ね、やっぱりこう雰囲気的にさあれだけ負け込むと落ち込んでるように見えるけど、うん、はい、ちょっとやればねすぐ上に行けるから、まあ、阪神これからねこのビジターの勝ち越しを機に頑張ってほしいという、はい、一時期のこう沈んだチーム状態ではなくなってきている、ちょっとな、ちょっと兆しは出てきているということね、はいはい、で1対5広島に続け、はい、こっちのは1っていうのは巨人、はい、ね、スコアじゃないですね、うん、これはスコアじゃないよ、はい、1というのは巨人で広島に続けというのは広島は頑張ってる、うん、ね、ただ後のチーム、はい、ね、頑張らないと巨人が独走しちゃうよっていう、はい、ことなのよ。なるほど、1対5の図にならないように頑張り続けということですね。そうそうそう、だから広島は巨人に負けてやったんだけど、うん、だけどここで取り戻してる、はい、でもここで取り戻すんじゃなくてここで取り戻すようにしないとさ、うん、ね、はい、1対5の図になっちゃうよということ、うん、だから巨人の状態がやっぱりいいだけに、はい、他が頑張らないと独走しちゃうよっていうこと、はい、ただ巨人も若手に疲れが見えた時にやっぱちょっと不安な部分っていうのはあるし、うん、外野の守備ウォーカーポランコなどが
やっぱ守備の不安をちょっとのぞかせてるからね、うん、だからまあそこら辺では隙はあるんだけど、はい、だけどあの打線を見ると怖いわやっぱな、うん、だからまあ他の5チームも頑張ってほしいということです。はい、はい、続いてリーグでした、はい、パリーグの方の結果がこちらになります、はい、西武ロッテソフトバンクが勝ち越し、はいはい、でまあ西武はね、うん、やっぱこう高橋光成が勝ったね、はい、完封リレーで勝ったんだけども隅田が、はい、ちょっとやっぱまあセ・リーグも赤星がルーキーで疲れたって言ってたんだけど、まあ、隅田もちょっと疲れてるのかなという非常に負けが先行してる、あんなに負けるピッチャーじゃないのに、はい、ちょっと不安っていうか心配だなっていうね、はい、ただ楽天というね、まあ、非常に調子のいいチームに西武が勝ち越したということは、はい、西武の力が出てきてると、うん、その中に山川がやっぱ加わったっていうのがね、うん、打線の中に、はい、これが非常に大きいよ、うんうん、そしたらやっぱこう山川一発打って勝ちに貢献したりだとか、はい、やっぱりいるだけで打線をちゃんと組めるようになってきてるよね、うん、だから西武はこれからだよ、非常にこう投手陣も3試合連続完封かな、うん、ね、隅田がちょうど点を取られたけど、はい、だけど非常に投手陣も頑張り出してきてるし、うん、まあ、投手王国になるっていうふうに俺言ってたんだけども、はい、まあ、その片鱗が本当に見えつつあるというか、うんうん、その形を作りつつあるというね、はい、まあ、そういうことになってきた。で楽天の方は、西川、はい、浅村、うん、まあ、非常にいいよね、はい、まあ、辰巳とかホームランを打ってるし、でキャッチャーの太田っていうのも復帰して復調してきて、うん、まあ、ホームランを打つとか、うんうん、まあいいことはあるんだけども、はい、ちょっとこの3連戦では投手陣が頑張れなかった、踏ん張りきれなかったというね、うん、まあそういう結果で2勝1敗になったけども、はい、チーム状態としてはそんなに悪くはないけど、うん、悪くはないけど、やっぱ西武のその森がいない時にやっぱ勝ち越しとかないとね、こういう時に。そうですね、だからこういう時にこうピッチャーが踏ん張りきれなかったっていうのが、うん、いいピッチャーを抱えてるだけにちょっとジレンマが起きる感じでも、状態的には非常にいい状態を保ってるかなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、でオリックス、ロッテ、はい、でオリックス、まあ、らしくはなってきてる少しずつ、うん、はい、少しずつ、それは打線の面、まあ粘りとかだね、あ、はい、あ、だからサヨナラゲームもね、うん、作ったけど、うん、まあああいう粘りだとか、はい、佐々木朗希に対して、うん、この前完全試合やられたよね、はい、まあ、昨日当たったけども、まあ、吉田なんかはこうバットこれぐらい短く持ってね、うん、バッターがさバットを短くってどういう心理か分かる？三振しないとか、バットに当てたいっていう心理ですか、うん、やっぱりね、うん、いいバッターがバットを短く持つってね、ある程度プライドなんだよね、うん、プライドをなくして短く持つという、はい、だから相手に対してやっぱ相手の方が上だということだよね、うんうん、だけどまあ吉田はさしっかり打ち返したけどね、三振をしない吉田選手が三振をしてしまっていたので、うん、そうそうそう、そしたらバット短くっていうことで短く今日、はい、だからいろんな人が対策をしてきたね、はい、まあ福田が伊沢家の家にライト前を打って、まあ、ちゃんちゃんとみんなの興味がもうその他の興味になってしまって、はい、もう佐々木朗希じゃなくてその試合がどうなるかという興味になってしまったという、ね、はい、まあそういう試合だったんだけども、うん、まあ、その中でもオリックスは本当に少しずつだけども、うん、らしくはなってきた、はい、あとはやっぱ杉本町だね、はい、まあ、船が帰ってきたりだとか、うん、いろいろしたから、はい、まあ、これからかなっていうような感じもするよね、うん、でロッテ、はい、で打てなかったのが打てるようになってきた、はい、ね、ピッチャーではロメロ、うん、佐々木朗希が勝ち、はい、やっぱこの2人には絶対勝ってもらわなきゃいけないし、はい、ロメロはやっぱ安定してるね、うん、まあ、昨日か佐々木朗希が投げた時に、はい、うん、やっぱこう佐々木が打たれることによって野手のこうなんていうの力みが取れるというか少し楽になるというかちょっといつもと違うプレッシャーがそうそうそうかかってくるってことですよね。なんかこうガチガチに固められたものが、うんうん、なんか溶けたというね、うん、まあ1打席目にヒット打たれて、はい、何もなくなって、はい、だからそれからなんかこう打つようになったりとかね、うん、でその試合で和田康士郎だとか、はい、小川だとか、うん、前に完全試合をやった時のメンバーとちょっと変えたんだよね、うん、まあその人たちがこう躍動したというかさ、うん、だから非常にいい試合だったよね、うん、で佐々木朗希も打たれたことよりも点を取ってくれたことの方っていうか
まあ、打たれたことって言ったら変だけども、点を取ってくれた時にすごい喜びの表情を表したんだよね。はい、まあ、それが印象的だったし、うん、なんかこう、完全試合をやるというよりも、試合に勝つということの喜びをこう表してくれたということが非常に安心するところだったし、うんうん、まあ、よかったなと思う3連戦だったね。まあ、そうですね。チームの勝ちがまず、うん、嬉しいことで、それに関連試合がついてきたらさらに嬉しいと、はい、だから打線もあの上り調子になってきてるから、うん、まあ、これからロッテがまたもう一度こう上がってくるかなっていう、うん、そんな感じがするよね。で、日本ハム、ソフトバンク、はい、日本ハムの方は伊藤大海が勝った、はい、まあ、あんまりいいピッチングとは言えないけども、うん、でもその試合の中で万波がホームラン、はい、近藤が打つ、石井が打つ、はい、で、まあ、そういう試合を作れるようになってきた、うんうん、まあ、とにかくねホームランが多いの、うん、で噂が3敗ということで、はい、まだ今季勝ち星がない、はい、まあ、佐々木朗希と投げ合って、うん、失点しなかったりだとか、はい、ゲームは作ってるんだけども、うん、試合勝ち星が拾えない、うん、でも早く勝ち星をつけてやらないと、うん、やっぱエースとはいえ調子が上がってこないというね、うん、図式のものがあってくる、はい、で3戦目にはアルカンタラが4号5号かな、はい、ホームランを打つという、うん、まあ、アルカンタラっていうのも日本の野球に徐々に慣れてきてるという、うん、だから非常に日本ハムもなんか形作られてきてる、うん、だからこれからやっぱこう楽しみだよね。1勝っていうかあの2敗はして負け越したんですけど、うんうん、連敗というか3連敗みたいなことがなくなってきたんですよね。なくなってきたよな、うんうん、だからもっと上に行くにはやっぱエースが勝ってくれないといけないんだよ、ね、うん、でもその形はある程度できつつあるということ、はい、だから楽しみです、はい、でソフトバンクの方は大関東山が勝つ、はい、まあ、大関っていうのは中継ぎで出てきて、うん、まあ、完璧に抑えたんだけどね、はい、だけどこの試合の中でレイがやられるんだよね。うん、レイっていうのはやっぱこう計算に入ってるピッチャーだけに、はい、ちょっとやられ方が悪かったなっていうことだよね、うん、ただ三森、上林っていうのがスリーランスリーラン打つとか、うん、まあ、活躍はしてるし、はい、まあ、新人の野村というのが2号3号打つというね、うん、まあ、野村っていい選手だな。いやだから若手が栗原とか柳田とかの穴を埋め出してきてるということを考えると、いなくてもなんかこう戦える形をもう作りつつあるというね、まあ、ソフトバンクだよね、はい、うん、だから順当に勝ち越したとはいえ日本ハムの方も悪くない、はいはい、ということで安定期に入ってきた、はい、これは妊娠ではない。私5ヶ月ではあります。5ヶ月ではない、はい、ただねこの安定期に入ってきたっていうのは、はい、みんな安定した力をその試合試合カードカードで出せるようになってきた。どのチームもってことですか、うん、だから今までは3連勝3連敗だとか、はい、いろいろあったけども、はい、なんとなくこうやっぱり2勝1敗とか1勝2敗にはなるよ、それは戦ってると、うん、まあ、だけどもなんか自分たちの力が出せるようになってきたという、うん、だから西武にしたってそうだしね、山川が帰ってきて、うん、はい、で日本ハムの方もバタ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 してたのが、はい、やっとなんか落ち着いて、はい、なんか力を出し出したし、はい、ロッテが打てなかったのが打て出す、はい、オリックスに粘りがなかったのが少しずつ粘りだとか、うん、佐々木朗希にも食いついていったのがね、うん、まあ、負けはしたけども、はい、やっぱ感動的だったし、うん、まあ、楽天は好調だし、まあ、ソフトバンクも形付けられてきた、はい、だから非常にこうパ・リーグの方はこうセ・リーグと違って、うん、なんかすごく競り合いがこれから見れるかなっていうような、うん、そんな感じがする3連戦だったね、はいはい、ということはもうどこか一つ抜ける、もしくはこう何かでちょっと一つ下がってしまうと、うん、またそこで動きが出てきそうな、まあ、そうだね、だからね、怪我人っていうのが怖いよね、やっぱね、ね、大きな怪我人がいるところがあるんだけども、はい、うん、でもそれでもいるメンバーが頑張り出してきてるという、うん、ね、そのチームの特徴というものを出してきてるという、ね、はい、まあ、そういう3連戦でした、はいはい、まあ、佐々木朗希のいろんな問題もありますけども、はい、それは別動画で、ご覧になってください、はい、はい、ありがとうございました、はい。